硫酸塩鉱は硫酸鉛を成分とする硫酸塩鉱物の一種である。まとまって産出する場合は鉛の鉱石として採掘されることもある。塩鉱床の地表面付近に産出し、片塩鉱の酸化により生成する二次鉱物である。粒状の段階及び成長した結晶状のものが存在し、未編成の片塩鉱を伴うことが多い。 また、片塩鋼の仮称の外観をなすものも存在する。主な産地は、イタリアのモンテポに、モロッコのトゥーセットであり、日本では、オサ、サワ鉱山である。また、英語名アングルサイトは、イギリスの産地アングルシートの銅山において1783年に、発見されたことに由来する。硫酸塩鉱の結晶の外観者法向系に属し、鉛イオン、PB2 のイオン半径が、 バリウム、BA2 及びストロンチウム、SR2 に近いことから重症石及び、転生石と同じ構造であるが、高度はこれらよりやや低く、密度は高い。格子定数は、A イコール 8.45,B イコール 5.38,C イコール6.93である。約摂氏864度の低温度で、単車症系の同質異常構造に変化する。 重症石などのアルカリドルイ金属の硫酸塩と固溶体を形成し、北陶石は重症石と硫酸塩鉱の固溶体に相当する。北陶石はバリウム鉛であるが、バリウム鉛の固溶体はワイズバファイシと呼ばれる。無色の混合光沢及び白色のものが多い柿色、飴色や稀に緑色のものも存在する。壁界は転生石よりおとり不完全であり、 底面方向のみ良好である。ありがとうございます。